国内で開催される国際テニス連盟、ITF の女子ツアー下部大会、第25回柏国際オープンテニストーナメント、ITF ワールドテニスツアーウェイスト50、千葉県柏市、吉田記念テニス研修センター、本戦4月2から7日、賞金総額4万ドル、ハードコート、 の本戦5日目は、女子シングルス準決勝2試合と女子ダブルス決勝が行われた。シングルスは第7シードのウェイシージャ、中国が第1シードのアリアンヌ波等の、オランダに7対576、5で競り勝ち、リーヤー主演、台湾はワイルドカード、主催者推薦枠で出場した柴原エナ、橋本創業ホールディングス、 を七月六日、四、六対三で倒してそれぞれ決勝に進出した。ダブルス決勝では第二シードのアンキタレーナ、インド、サオチアイー、台湾、は第三シードのマデリン・ブルックス、イギリス、エウディスチョン、香港を6、を六対四六マイナス四で下し、初めてペアを組んだ大会で優勝を飾った。試合時間は1時間20分。 ITF ツアーの同種目でタイトルを獲得したのは31歳のレイナが通算27回目、20歳のザオは14回目となる。大会最終日の4月7日、日曜日は11時0分から女子シングルス決勝が行われる予定になっている。